おはようございます、今日は10、11、12、13、14、15、16、17、8日目の、時間が10時半なんですけど、いきなり部屋の電気が全部落ちまして、で照明とコンセント系も、いきなり電気が落ちちゃいました。で、なんでかなと、建物全体が落ちたのかなということで、廊下を見てみても、廊下は電気がついております。で、部屋にこういうブレーカーがありまして、で、開けてみたら2個落ちてるんですよね。で、さっきこれ上げたんですけど、これを上げても特に反応しないです。で、ちょっともうよくわからないんで、フロントの方に今確認してもらっているところです。係の人が来て、なんかこの辺のブレーカーを入り切りしたらつきました。謎です。実際に今でも使ってた機器ってパソコンと、まあ、携帯の充電器とかそれぐらいだったんですけどね、なんかどっかで漏電してそうな気がします。怖いですね。この家庭生活で辛いのはやっぱりこの洗濯機がないんですよ。で、クリーニングとかもやってくれなくて、洗濯は自分でやってくださいっていう感じなんで、多分ね、みんなこうやって洗面台とか風呂場で洗ってるはずなんですよ。で、この作業が一番ね、ちょっと嫌ですね。まあ本当洗濯機様々、もう洗濯機に頭は上がらないですね。で、僕が行き着いたあの手抜き方法の一つとして、できるだけ服を汚さないようにするのがベストじゃないかなと思って、あの1日にね、3回くらいのシャワーを浴びるんですよ。服を洗うより自分の体を洗う方が、まあ慣れてるっていうか、そんな苦じゃないんで、できるだけあの体をきれいにして服を汚さない作戦ですね。そうするとまあ、服を変えるペースはそう変わらないんですけど、あのやっぱり 洗い込むその量っていうか、さらっと洗うぐらいでいいかなっていう、まあ、そんな感じです。なので汚くないですよ、僕の体。1日3回ぐらいシャワー浴びてますから。で、問題なのは部屋干しなんで乾きが悪いんですよね。とにかく乾かない。なのでちゃんとあの部屋干し用の洗剤とか、あのまあ人によっては柔軟剤とかそういうものを用意した方がいいですよ。じゃないとあの生乾きの酸っぱい系のやつ、酸っぱい匂いが部屋中に充満すると思うとちょっと嫌じゃないですか。苦手なんですよ、僕あの酸っぱいの。たまに梅雨になると酸っぱい人も出てくるじゃないですか。いやあ、あれがね苦手で、鼻で息するのやめて口呼吸に切り替えるんですけどね。それでもなんかあ分かるんですよね、酸っぱいの。何なんでしょうね、あれ。
よし、 OK です。歯ブラシと歯磨き粉ですね。一応ホテルには備え付けで3つかな、あ、2つですね、2つあるんですけど、この右の2つですね。まあホテルの歯ブラシってろくなもんじゃないんで、ちなみにホテル備え付けの歯ブラシを開けてみました。あの、思ったよりまともですね。まあ、ちょっと歯磨き粉はあの量が少ないかなという気がするのと、歯ブラシは、まあ、毛がねちょっとすぐ広がりそうな感じなんですけど、まあ、僕が思ってたよりは悪くないです。これはシャンプーとかボディーソープとか、日本から持ってきました。これはね、あの家に眠ってて、本当はこれメルカリでセットで1000円で売ろうと思ってたんですけど、いや売らなくてよかったですね。助かりましたよ。ホテル備え付けのシャンプーとかボディーソープっていうのは日本のビジネスホテルと一緒で、まあ泡立ちが悪いんですよ。全然泡が立たなくて、なんか洗ってる気がしないんで、これも持ってきた方がいいと思います。食器洗い用の洗剤、これはまあ一応持ってきたんですけど、今のところ使ってないですね。まあどうでしょうね、あった方がいいとは思いますけど、で僕の場合は洗剤持ってきたけどスポンジ忘れたんで、まあどっちみちあまり意味がないですね。ただ今のところ洗うものも、特にないと。で、こっちが洗濯洗剤、まあ、さっき紹介しましたけど、洗濯機がないので手洗いになります。で、まあ、こういうたまたま試供品みたいなやつが家にあって、これ持ってきたんでこれでしのげそうですけど、こういうものを持ってきた方がいいですね。部屋干し対応のやつ酸っぱくなりますんでね、そこ注意してくださいね。体を洗うタオル、これが僕はホテルの部屋にあるこういうミニタオルっていうんですかね、これで洗ってますけど、まあもちろんこれゴワゴワだし、で、まあ、その部屋干しになるんで、まあ、しっかり乾かないし、で泡立ちも悪い石鹸だったりとか、まあ、条件が良くないんで、普段日本で使ってるようなナイロンタオルっていうんですかね、泡立ちのいいようなやつ、あんなものがあると良かったなと思いました。あと室内で過ごす時のスリッパですね。こういう部屋に、たまたま僕の部屋にはこうやって置いてあるんですけど、こういうスリッパは僕あんまり好きじゃなくて、なんか知らない人と足の裏を共有するのがちょっと抵抗があるんですよ。なので今も僕はこの使い捨てのやつ、これをまあずっと履いてて、で2足あったんで、でこれで8日目なんで、まあ、次のやつにもう1足あるから交換しようかなと思ってるんですけど、まあ、それで良ければいいんですけど、そういうのが嫌な人は自分のスリッパを持ってきた方がいいと思います。水はまあ、もちろんもらえるんですけど、水しかないんですよ。でやっぱりね、変わった味を欲しがっちゃうんで、で、まあ、僕の場合はこういうインスタント味噌汁と、あとこのコーヒーがね、これがいいっすよ。中国でコーヒー買うと、まあ、ご存知の方はね分かると思うんですけど、中国のコーヒーってめっちゃまずいんですよね。
こういうドリップで飲めるようなコーヒーっていうのは貴重ですね。で、まあ隔離中はあった方がいいかなと思います。ご飯のお弁当の紹介の時にも出てきてますけど、こういうふりかけですとかご飯にかけるようなもの、こういうものは絶対に必要ですね。これは忘れたらやばいです。で、あとは夜とか、まあお腹空いた時に簡単に食べれたりだとか、口が合わないような弁当の時に、ちょっと食べれるようなこういうカップ系のインスタント食品があるといいですよね。まあ僕の場合はちょっと持ってきすぎましたけどね。今のところ、これで8日目ですけど、2個食べたぐらいですね。で、実際、まあそんなに食べることは今んとこないですね。さっきカップ麺を紹介しましたけど、僕肝心な箸を忘れまして、で弁当についてきた箸を洗って取ってるんで、まあそうやってね対応すればいいんですけど、こういう箸とかもあった方が良かったですね。で、あとさすがに2週間いると爪切りと耳かき、これはね持ってきてないんですけど、あった方がいいですね。まあ100均とかで売ってると思うので、そういうものを用意し、まあ使い捨てぐらいのレベルのものでいいと思うので、あった方がいいと思います。